3夜12019年3月2日土曜日、明治安田生命 J1 リーグ第2節でございます。現在私がいるのは、横浜でございます。これからね、エスパルス対、ガンバの試合見に行くんですけれども、横浜からだったら、新横行って、新幹線からビューンと行けばいいんじゃないのって思う方もいるかもしれないんですけれども、妻子持ちで、お小遣い3万円の一サラリーマンとしては、静岡までの往復1万円は正直厳しい。多分ね、同じ境遇の、サラリーマンサポーターいるんじゃないでしょうか。今日はこちら、福沢諭吉様1万円こちらでですね、交通費、チケット代、そして飲食代、もろもろ、1万円ぽっきりで、スタジアム観戦できるのかっていう現動画を、検証していきたいと思います。では、清水に向かいたいと思います。エスパルス絶対勝つぞ。ということで、小田原で一回降りまして、朝食を、取りたいと思います。でね、あんまり調子乗って初めから使わないようにということで、こちら、おむすびとあとモナカ小田原ということで、どうかわかんないですけどですね、こちらいただきたいと思います。で、小田原ということでね、小田原といえばグループの青坊主、皆さん小田原出身の、グループですね。歌といえば、この間、ちゃんとクイズの動画を撮らせていただいたんですけれども、そのコメント欄が、温かいものもありながら、音程が悪いとか、リズムが合ってないとか、音痴音痴音痴、誰かね、歌うまの人、この動画をご覧になってましたら、コメント欄に、歌が鳴る方法、そちらを、コメント書いてください。それを勉強させてもらって、歌うまになりたいと思います。本日も JR 東日本を清水エスパルス。清水に到着しました。すごく暑くてですね、今手元の気温で13度、ポカポカ陽気、絶好の方も開幕戦日和になっております。でね、ちょっとこれから並ぶんで暑いんで、お水だけ買わさせていただきました。108円ですかね。チーン、暑いです。皆さん体の体調管理に気をつけましょう。もしもーし、お疲れ様です。清水ですか。着きましたよ。絶好のホーム開幕日和ですよ。ああ、間違いない。はい、いやー厳しいね、あの1万円生活。バンバン楽しんできてくださいよ。そうだね、あと余分なもん買わないように。余分なもの、おう、なんか欲望にまみれてなんか変なもん買わないように。今生プリンっていうやつ食べてる。おいおい。結構した。スタッフじゃないですか。うん、あのただのコンビニの生プリン買っちゃった。これ200円。結構な。結構いいプリン買っちゃいました。いやー大丈夫っしょ。お腹空いちゃったからアプリン食べようと思って。スタグリン使う金なくなっちゃうじゃねえかよ。大丈夫か。多分帰れるさ。よろしくお願いします。もうあの個人際の別れみたいな今までありがとう。プリンいただきました。いやー楽しみです。頑張ります。はい、頑張ってきて、また報告お待ちしてます。行ってきます。よろしくおーい。
れる片道だけ買いました。これから IAI 向かいたいと思います。ちゃんと、本日も合流しました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これからですね、はい、2人で、食レポ対決やっていきたいと思います。やっていきます。これ負けた方が3チャンネル削除するっていうデスゲームでしたっけ。これは、負けた方が、丸坊主にしましょうか。やば今回はやば丸坊主に辰田選手がやっぱ丸坊主にしたんで、確かに確かに、我々も丸坊主にしなきゃ気合入らないと思うんですよ。なるほど、よろしくないですかね。頑張りましょう頑張りましょう。では食レポ始めていきたいと思います。始めます。でまずですね、じゃあ私からこちらカチロコモコ丼でございます。今回はですね、ガンバ大阪さんが相手ということで、中に、こちらですね、赤のいい素材使ってますね。素材がいいですかこれ。いやこれでね、落とさないような配慮もできてるこの清水の優しさですよ。こちらですね、うまそう、たこ焼きが入ってます。このたこ焼きを食べてガンバも食べるということですね。そういうことね。焼きたいと思います。卵を崩していただきます。うん、お味はソースの味がですね、とってもよく染みてて、たこも大ぶりでとっても美味しいです。あ、もうテンプレ通りだな。教科書通り。これマイナスポイントですよ。いやマイナスポイント。美味しいです。マイナスポイントです。ちなみにポンちゃんは何ですか。さあ一方ですよ、私、何ですかこれ、何ですかこれ、何ですかそれ。これです、マグロ串、マグロをなんかね焼いたやつ。これです。めっちゃ焦げてんのよ。絵面が悪い。まかったな。めっちゃ焦げてんのよ。ここだけもう炭になってんだよ。いただきます。もう絶対に美味しいんですよこれ。うん、うん、焦げてる方からいきましたね。どうでしょう。めっちゃ焦げてる。めっちゃ苦いね。めっちゃ苦いんだけどこれ。でもやっぱりね、マグロのこのなんていうの、濃厚さがね出てますよ。ただどうしてもちょっと炭の感じが強すぎてちょっとあれなんですけど、でも美味しいですよやっぱりマグロ。これはちょっと逆に今のはマイナスポイントですね。これはねマイナスポイントですね。間違いなく間違いなくマイナスです。なんですかねこの不遇な戦い。でも美味しいですよこれ。美味しいです。こっちも美味しいです。今度買っていただきます。なんかマグロの大トロって書いてあったんで、多分、ね、いいマグロ使ってんですよこれ。うん、あ、柔らかい。うん、カツも柔らかい。ちゃんとチキンライスになってて、いろんな味が楽しめますよ。とっても美味しいです。食レポ対決をね、一回やってみたかったんで、今日、できてよかったです、本当に。いや、問題なのが、これを誰が点数つけるんだっていう話なんですけど、これはですね、チャンネルのコメント欄で投票にしましょうか。皆さんすいません、コメント欄に紹介をお願いいたします。どっちの食レポが良かったかコメント欄にお願いいたします。負けた方が丸坊主になります。4対2という、スコアで終わってしまいました。本日のエスパルスお疲れ様でした。ちょっと不用意なミスが多くて、なんかガンバがなんか、持ってかれましたね。残念です。で、一
8万円で、スタジアム行って帰ってくるっていう旅だったんですけども、なぜか分かりませんが帰りのバス代がなくなりました。ありがとうございます。